こんにちは、エルバスファームです。今日は Amazon で販売されている格安の植物育成 LED ライト、こちらのモーセン植物育成 LED ライトを使用し始めてから3ヶ月が経過しましたので、このライトを使って育ててみたこのベネズエラがどのように成長したのかをご紹介したいと思います。モーセンさんの LED は3000円程度で手に入りますので、お財布にも優しい LED ライトです。ただその他のハイスペックなライトと比べるとかなり安いので、本当にこの LED で育てられるのかと疑問に思う方も多いと思います。実際僕も観葉植物などの光量をそこまで必要としない植物であれば問題なく育てられるだろうけど、多肉植物など強い光を好む植物にはちょっとスペック不足かなと感じていました。そこで感覚的判断ではなく実際に使用してみてどうかを試しているのがこの動画になります。前回1ヶ月目にもその育ち方をご紹介しましたが、その時は新たな葉が展開したものの大きな変化はありませんでした。そしてそこからさらに2ヶ月が経過し3ヶ月が経ちました。結果から言ってしまえば結構順調に育っていると言えます。とはいえこれで終わってしまうと動画にする意味がないので、どうしてこのスペック不足の LED で育てられたのかをご説明していきます。では今回の内容ですが、まず振り返りとしてモーセン植物育成 LED ライトのスペックをおさらいし、そして検証環境をご説明します。それを踏まえた上で購入当初、使用1ヶ月目との比較、そして検証結果という流れでお話ししていきます。この動画があまりお金をかけずに使えるライトを知りたいという方の参考になると嬉しいです。では今回も見ていきましょう。ではまずはモーセン植物育成 LED ライトがどんな LED なのかをおさらいしたいと思います。まずはこちらのスペック表をご覧ください。今回は植物を育てるということにフォーカスしてお話ししていますので、ここでは植物に必要な明るさの目安となる PPFD に注目します。その他の項目に関しては別の動画で詳しく解説していますので、そちらの動画をご覧ください。 PPFD は簡単に言えば植物が感じる明るさのことです。よく照度の高さで LED の良し悪しを比べる方がいますが、照度はあくまで人間が感じる明るさの単位ですので、こと植物育成に関してはあまり重要ではありません。購入しようとしている LED がどれだけ PPFD を出せるのかをまず確認し、自分が育てようと思っている植物が必要とする PPFD を調べることで、どの LED がご自身に適しているかが分かるようになります。例えば屋外の開成時の PPFD はおよそ2000と言われています。植物ごとに最適な PPFD 値は異なりますが、一般的にこのような多肉植物で500以上は必要と言われています。観葉植物では10以上500程度と言われています。それをもとにモーセン LED の PPFD 値を再度確認すると、観葉植物であれば許容範囲ですが、多肉植物にはスペック不足ということがお分かりいただけると思います。ただこれは40センチの距離からの数値になりますので、もっと距離を近づければ高い数値を期待できます。今回の検証についてはそこを狙ってできるだけライトと植物の距離を縮め、どれだけ維持そして成長させられるのかを試してみました。また植物の成長には明るさだけでなく波長も大事になってきます。僕は PPFD を確認したら次にどんな波長が出ているのかを確認しています。植物は葉緑素という要素を使って太陽光を吸収し、水と空気中の二酸化炭素から糖などの有機物を合成する光合成を行っています。そしてその葉緑素の吸収波長域は400から700ナノメートルと言われています。その中でも第一に赤色の640から690ナノメートルと、第2に
青色の420から470ナノメートルが特に大事と言われています。赤色の光は植物の身長に必要な光で、茎を伸ばしたり面積を広げるなどの効果があります。青色の光は植物の形態形成、つまり葉を厚くしたり幹を太くするなどに有効な光です。自分で測ったわけではないですが、モーセンさんの販売サイトに載っている波長を見る限り、とりあえず赤と青の波長が出ているようでした。そのためこのライトも植物育成 LED ライトといって問題はないと思います。では続いて検証環境についてお話していきます。今回の検証で使ったのはこのベネズエラというアガベです。 LED で管理した場所は太陽光はまず当たらない場所です。 LED の高さは植物から15センチの距離まで縮めました。この高さが植物全体に光が当たるギリギリの高さでした。またハイスペックライトのアマテラスやツクヨミと同じ照度が出せる距離も意識しています。水やりに関してはこの3ヶ月間の間に月に1回与えるかどうか程度でほとんど与えていません。室温に関しては日中は25度程度、夜間帯は15度程度、冬場でもキープするようにしていました。加えてサーキュレーターで風をしっかりと当てていました。ではこの環境でこのベネズエラがどのように育ったのかを購入当初と1ヶ月目と比べていきたいと思います。ではちょっと分かりづらいですが、写真で購入当初と1ヶ月目と現在を比べてみたいと思います。写真を見ると葉数が増え、かなりボリュームが増したのがお分かりになるでしょうか。購入当初から1ヶ月目の間でも2枚新葉を展開させましたが、そこから2ヶ月でさらに3枚展開し、加えて既存の葉も幅広に、そして縦に長く成長しました。もちろん室温の影響や風通しなど植物に優しい環境を整えたということが成長の原因につながっているとは思いますが、葉も色つやも良く、また密に詰まって大きく成長したかなと思います。また実はこのベネズエラ以外にも試している多肉植物とコーデックスがいくつかありますので、それらも一部ご紹介していきます。成長を感じられる植物のご紹介として、まずご紹介したいのがこのアローディアです。アローディアは冬の間葉を落とすという習性があります。このアローディアは冬の間窓辺に置き、太陽光の補助としてモーセン LED を使用していましたが、最近暖かくなりこのように一気に芽吹き成長を感じられました。窓辺といってもレースのカーテン越しの光が当たる程度の場所だったので、LED の効果が出たのかなと思います。続いてはこちらのハウルチアです。ハウルチアも先ほどのアローディアと同様の環境に置き、モーセン LED で管理していましたが、こちらも問題なく管理できています。こんな感じで花もしっかり咲きました。ハウルチアはそもそもそこまで強い光を必要としないので、このモーセンさんのライトだけでも十分に育てられそうです。この検証を踏まえてモーセン植物育成 LED ライトの総評をすると、使い方によってはこの LED でも多肉植物は育てられると僕は思いました。3000円程度で購入できる LED としてかなり優秀だと思います。とりあえず植物育成 LED ライトとして何か用意したいという方にはとてもおすすめです。ただ一方で使う中でデメリットもいくつか感じましたので、それについてもお話ししていきます。僕が感じたデメリットは2つあります。1つはやはりかなりライトと植物の距離を近づける必要があること、そして観賞用としては少し微妙かなと思った2点です。それぞれお話しします。まずはやはり多肉植物などを育てるためにこの LED を使うのであれば、僕がしたようにかなり距離を近づけなければならないかなと思います。近づければ当然照射範囲は縮まるので、照らせる株数が少なくなります。先ほどのハウルチアのように小さい株に使うのであればあまり気にならないかもしれませんが、このベネズエラ程度になってくると1株につき1頭は用意しないとダメかなと思います。大株を複数所持している方でこのモーセンさんのライトを使いたいという方は結構量を確保しないと
いけなくなるかもしれません。続いて感じたのは、観賞用としてこのライトを使う場合、色味がちょっと人工的で美しくないかなという点です。本来の自然の光の色をどれだけ再現できるかの目安となる平均原色評価数というものがあります。この値が100に近いほど本来の自然の色を再現できる性質が高いと言われています。モーセンさんの LED は暖色系のライトで RA97.4 とまだある方ですが、白色だと RA84.2 しかありません。僕はどちらの色も持っているのですが、暖色系の色も結構オレンジの色が強く、植物が美しく見えるかと聞かれると…となってしまうかもしれません。とはいえ、栽培を重視される方であれば植物の見え方はあまり関係ないと思いますので、気にする必要もないのかもしれません。一方、インテリアの一部として植物の見え方も気にしたいという方にはあまりお勧めできないかなと思います。今回はモーセン植物育成 LED ライトの3ヶ月レビューを行いました。先ほどもお伝えしましたが、使い方を抑え、栽培用として使うのであれば価格を含めとても優秀なライトだと思います。とりあえず室内管理のために安い LED が欲しいという方がいらっしゃれば、僕はこの LED を強くお勧めできます。 Amazon で手軽に買えますので、ぜひご自身でも実際に使用してみて、このライトの性能を試してみてください。では今回は以上になります。この動画が参考になったと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。